皆さんこんにちは、エスペランサ TV のナオミです。今回のエスペランサ TV は460回目のエスペランサ TV です。今週末はエスペランサトップチームの天皇杯の予選が日曜日に行われます。それでは早速キャプテンのオルテガ・アグスティン選手にインタビューを取ってみたので、ぜひご覧ください。どうぞ。トップチームキャプテンのオルテガです。今年に関してはめちゃくちゃ雰囲気です。みんなでね、しっかり厳しいトレーニングもね、楽しく乗り越えているので、すごい日曜日の試合が楽しみです。絶対勝ちます。バモスエスペランサ。伝わりましたでしょうか。使うよ。はい、ぜひ必死にメンバー全員でしっかりね、勝利掴むためにもね、頑張るので、それをしっかり応援してくれると嬉しいですし、やっぱりね、自分たちもね、そのエスペランサの皆さんにやっぱ勝利を届けたいというね、気持ちが強いので、それをね、ピッチで近くで見れたらな、すごい嬉しいです、僕としては。なのでみんなでしっかり、選手もそうですけど、エスペランサファミリーで今週はしっかり勝ちましょう。バモスエスペランサ。僕の名前は星野です。3月からエスペランサでコーチとして働くことになりました。エスペランサのために全力で、頑張りたいと思います。一つでも多く勝利をつかんで、向上していく、高まっていくためにみんなで頑張りましょう。バモスエスペランサ。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。ミスカミセタ、ミスカニジェラ、ミスボティンスというのは、私のユニフォーム、私の、レガース、私のスパイクという意味になります。ミ、あと2つあるときは S を最後につけてください。ミスボティンスとか、なんかぜひちょっと変化球ですけど、どんどんレベルアップして覚えておいてください。今週末の予定です。今週末は土曜日に U15A の試合、そして日曜日にトップチームの天皇杯予選と、あとダビデ FC の試合があります。皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。それではまた来週会いましょう。バイバイ。はい、今週の予定です。今週はですね、試合がいっぱいあります。みんな頑張ってます。全部勝ちます。ゲッツやめてくれる。もうネタがないんだよね。